清さんはね甲子園で1回投げてるんですよ。でその時ね PL に入る時ピッチャーで最初入ってるんだけど、あの甲子園で投げさせるっていうのが絶対条件だったんだって。でもうとにかく全国30校ぐらいの強豪からこうスカウトが来て、もうお誘いが来てる清さんが PL 入って、とにかく驚いたのがその桑田くん、それだけすごいピッチャーとして入ったとしても桑田くんに驚いた。何が驚いたって、最初自分より全然ちっちゃいのよ、全然ちっちゃくて、で遠投の時、遠投って普通こうやって向いていくでしょ、遠くをこう上を、だけど桑田くんはトントンって助走をつけてビュッて投げたらバックスクリーンぐらいまで届いちゃった。高校1年生で120メートルぐらい遠投してよ。で、俺その話聞いて、あっって思い出したのがさ、牛島さんが中学校3年生の時に、波小のセレクションに行って、中学校3年生よ。ベッって投げたら、115メーター嘘でしょ、牛島さんつって言って、ビュッ115、中学校3年生よ。いや、俺は思ったよね。やっぱいるんだよね、天才って。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。